こんにちは。こんにちは。どうも。マイです。よろしくお願いします。なんかほっとしてたから、なんかいきなりスピード感がないね。いやそんなことないですよ。はい、もういつもアグレッシブなキャップかぶってはるなと思って。なんでだよ。こんなさ、横向かなくていいよ。向こう向いてえな。おしゃれやな思って、もう還暦すぎてもうずっとおしゃれやな思って豊さんのこと、僕は、はい、もう尊敬の念で見ております。さあ、行っていいか。はい。いや開幕したな。しましたなあ。まあ野球人としてはもうホッとするのと、それとこう高揚するのと、そうやな、はい、もうその連続ですよね、うん、はい。で開幕どうして何回やったっけ。僕5回やりました。おお、完封もしてるよな。はい、完封しなかったっけ。完投してるんだっけ。一応すみません、2年連続完封とかやってます。すみません、すみません、すみません。やっぱさ、でもさ、はい、大阪が12球団で最初の完投か、はい、1失点かなやったけど、はい、やっぱ疲れるだろ。はい、開幕は特に、特に今シーズンは調整期間が少なかったじゃないですか。ああ、そこで完投する、しかも寒空雨模様の中で完投して自らもホームランを打つっていうのはもうお化けです。やっぱプレッシャーがかかる。だから平場のその試合と開幕って特別なもんがあるじゃない、はい、違いが。ありますね、はい。だから開幕でそれを成し遂げるっていうのは相当な、はい、なんていうの、こう精神的なスタミナもいるよな、はい、自分の責任もチームの責任もその奥の家族の責任もあるわけじゃないですか。それを担ってマウンドに立ってあの結果っていうのは、まあ、独特の緊張感がアドレナリンとして結果出させたとも言えるんですけど、うん、もう結果出したところに彼の凄さがあると思うんですよ。そうだよな、はい。まあ、ホームランはブロックみたいなもんだと思うけど、もうアドレナリンが打たしたというような。そうですね、はい。まあ、だけどその中で、まあ、例えばさ、なんか世の中的にも AI に向かってて、で野球も AI に向かってるじゃない。私たちのこのトークも AI が結構管理してるんですよね。そうだよ、だから変なこと言えないんだよ。言えないですよ、ね、はい。だけど、まあ、例えばマウンドにいた時に、はい、なんか特殊なバッターが立った時、はい、シフトが えらい、三遊間おらへんやんかってパッと見た時に、投げづらいのか、そっちに打たしたろうと思うのか、どっちや。日本ハム栗山監督が大胆なシフトを敷いたりしますよね。そうそうそう、あれですね。あれも解説でよく実況の人から聞かれます。どんな心境。僕の野手目線聞きたいんで、あの打者目線、はい。じゃあまずピッチャー目線いいですか。僕のあくまでも個人的な意見ですが、全然フラットの方が投げやすいです。それは慣れっていうことか。いや、慣れと打球の確率っていうのは、あの90度のフェアゾーンで全部同じ確率だと思ってるんですよ。でそれがグーッと寄られると、あ、そこに打たせなきゃいけない投球をしなきゃいけないのかなってなるんですよ。だから制約が生まれるっていうんですか、うん、コントロールミスができないということだよな。あ、そうです、そうです。だからちょっと窮屈になる。僕はその意見なんですよ。でも、一応いろいろ話聞くと、いや、それでも普段通り投げていい、それで確率的にこの打者はこっちに打つんだよっていうことをベンチが示してるだけで、あとの結果はベンチが責任取るっていうんですけど、ベンチが責任取るっていうことは僕はあんまり信用したことないんですよ。いや、俺もそうだよ、まあ、じゃあベンチが責任取る、結局契約更改の時全部わしの責任やないかいっていう時間を過ごしてるんで、いやいや、フラットで確率は一緒で、バッターもピッチャーもフラットで対戦させてくれっていうような、ちょっと昭和型機の考えは持ってるんですけどね。俺なんかはさ、はい、あそこ空いてるって言ったらあそこに打とうとするよね、はい、だから例えば俺のヒットゾーンで広角だったから、はい、おそらくそういうシフトは引かないと思うけど、はい、偏ったシフトを引くと、でもそっちに 打とうとするよね、多分。高木豊さんの野球観ではそれが描けますよね。ただそれをやるとバッティングにならなくなってる。結構それを狙ってるっていうこと、声も聞くんですよ。ただオリックスの吉田正尚、もうゴリゴリの引っ張りじゃないですか。ゴリゴリの引っ張りでもうサードガラガラにして、彼は三遊間に打つ、あ、一回やったんですよ、チョーンってやったんですよ。森友哉もやったんですよ、チョーン。でなんかヒットになって、こうファースト塁上でニタッとしてるのあったんですけど、あれバッターからしてそれした時にはもうしてやったりですか、やっぱ崩れると思うんですか。補足と思うよね、プライド。まあ、なんかそんな感じがする。だから王さんが走りだと思うんだよね、王シフト。王シフト。でも王さんは絶対流そうとはしなかったじゃん、はい、どんなチャンスでも。そうです、ね、やっぱりこう足上げて引っ張り専門だったじゃん、はい、でもそれがプライドだと思うんだよ。なんかそれがなんか崩れていく一つの要因になるのと、強く振れなくなったら
やっぱバッティングが悪くなると崩れていくと、だからその両面怖いよね。だから自分のバッティングを素直にやろうって、そうしたら網に引っかかるという打者もそういう制約が生まれるんですね。生まれる生まれる。わ、もう心理戦ですね。まあ、心理戦だけど、そのバッターを AI にかけて、それが AI がポジショニングも叩き出してくるわけでしょ。はい。だからそれはやっぱ正しいと思う。いや、疑う、やっぱり疑います。いや、人間の五感、第六感までもあるのは AI は見抜けないと思ってるんです。あ、じゃあさ、AI キャッチャーとか流行りだしてきてるじゃん。話題ですよね。話題よね。何万球を打ち込んでデータとして、このバッターはこっから入ったらいいとか、で勝負球はこうだとか、それ信じる？信じません。いや、例えばキャッチャーが AI 通りにインプットしたデータをサイン出してきて、まあ勝負球まで来ました、で勝負球もここまで来たらこれやと出した時に、自分はそれは投げたくないなと思ったら投げない。投げない。なんで？っていうのは、そのバッターの顔色見てないじゃないですか、 AI は。でもその選手のデータをもう全てインプットしてるみたいな感じやろ。 AI が持ってるデータ感じてることもバッターも感じてるんで、裏を書くことだってありますよね。なので僕はバッターの目を見るんですよ、うん、はい。だから打たれたんですけど。いや、でも僕は機械に頼るのはまだちょっと無理ですね。あのブラッド・ピットのマネーボールあったじゃないですか。 あれも最後は人間の第5巻6巻でサヨナラを打ったっていうシーンで終わってるっていうのは、機械が全てじゃないっていうメッセージが僕そこにあると思うんです。もちろん全てではないけど、はい、でも最後ここ一番はでも確率から言うと AI を通りにやった方が勝てるっていう風になったらどうする？豊さん、正直言っていいですか、悔しいんですよ、 AI に負けるのが。だからそこで、いや AI に負けるんじゃないんだ、相手に負けるの嫌だ。あの AI に従って勝ったとしても、相手に勝ったとしても、 AI に自分が操られてるとい こう敗北的な感覚が嫌なんです。あ、 AI お前機械かもしれんけど、わしはもうこのもうインスピレーションでやっとるんやと、お前さんにインスピレーションあんのかって言いたいタイプ。私はインスピレーションもこれから含まれてくると思う。 AI ですか。もういよいよ世の中はターミネーターの世界ですよ。いや、もうそうだよ、そうなってくる。僕だから監督もいらないと思うよ、はあ、この何万の、ね、何億とかのデータで、このカウントでこういうシチュエーションでこのピッチャーってポンと入れたら、あ、次の球エンドラン成功確率 80% とかやったら出さない。80やったら出すな。出すでしょ。出すでしょ。出しますね。でそのピッチャーが投げてくるボールはまっすぐ系とか出たら絶対出すでしょ。うわ、将来じゃあプロ野球はもう監督との監督の采配勝負じゃなくて、そのコンピューターの同士で、だからコンピューターの奴隷になってるわけ、選手たちが。もう猿の惑星の映画の、いや本当にどっちが主役か、ね、主役か分からないぐらいになってきてる。 5G 怖いな。怖いよ、怖い世界に入ってきてるよ。で、豊さんは、うん、実際シフトは敷かれたことないんですね。ない。いや、それは前進守備とかあるよ、はい、もちろんセーフティーバントとか、あ、そういうシフトはあるけど、はい、極端なシフトはない。僕もマウンド立ってて、そういう、まあ引っ張りのバッターだから少し寄るのとかはあるんですけど、あの極端にもうサードが1、2塁間の後ろ守ったりとか、極端にあるじゃないですか。あれはもう心理戦の何者でもないと思って見てます。でもハマってるよね、日本ハム。まあ DeNA もその取り入れてるんだよ。だから極端な守備を取るんだけど、そこが網引っかかるんだよ。やっぱデータ野球なんですかね。いや、やっぱ数字はね、嘘はつかないじゃない。嘘の数字ってないじゃない。そうですね、確率なんで。答え間違いはあるけど。そうですね、そうですね、うん、だからもうこれから確率論だと。弾かないかんか。インスピレーションなんて聞こえはいいですけど弱いかな。それはね、インスピレーションで投げて抑えられたら、たまたま向こうがミスったっていうだけで、何の根拠もないと。だからやっぱ根拠を出していくのは、やっぱそういうことなんだよね、根拠、うん、僕よく言うんですよ、物事には根拠がある、その物事は次の根拠になるっていつも言うんですけど、それがデータ化されていくってことですよね。まあ、そうだね、全部ね。怖い。怖いか。でもそういう時代だからさ、お前もう車だってハンドル持たなくて運転してるよね。
もうそういう時代にさ、よしインスピレーションや、ここはガッツやみたいな言ってたらもう置いていかれるから、ガンちゃん。でもそれも魅力ないですか。それもいいですけどいや、まあ、もうそういう時代になってきてるよね、はい。まあ、今後どういう方向でその人間の魅力を伝えながら最新のそのね、まあ、科学までも使いながらファンの方を魅了するのかっていうところですかね。まあそうだね。だから無観客になり AI が導入してきたら、なんか本当に今年来年ってもう変革の時期に来るかなっていうふうには見てるけどね。野球が、野球が、野球自体もそうだし、はい。まあ、今伊坂さんが言われました、人間臭いそういうミスとか、ああ、そういうのも人は見てて共感を得て、自分もミスするけどいっそ頑張ろうとかっていうのは表現者から受ける影響じゃないですか、うん。これ AI ばっかりだったらもうきっちりきっちりなってきて、そのミスが許されないとか、だんだんその野球っていうものが窮屈にならないですか。それが窮屈じゃなくて自然になってくるんです。自然になるか。だからみんな柔軟性を持ってそういう風になってくるんだよ、ね。じゃあ、 松坂大輔の自信が確信に変わりましたとか、そんな発言もなくなってくるんですかね。 AI に教えられましたってね、はい。